どうも MJ です。今回もですね、モッドの紹介をしていきます。で、今回ご紹介するモッドはですね、アーマードアンダーウェア PS4 っていうモッドになります。で、画像の方見ていただいたらわかるんですが、まあ肌着というか、まあ下着が追加されるモッドになってます。で、こちらの下着はですね、通常の服などと同じような感じになりまして、アーマー作業台で改造やレジェンダリーの付け替えができるっていうモッドになってます。で、ロード順はですね、今回はまあケミストリーステーションの方でこちらの下着が作成できるっていうことなので、まあどちらかといえば下の方にロード順を置いています。はい。で、まあ下着なので、まあこの上に服などが着れるかと思ったんですが、こちらのモッドで追加された下着はですね、服と同様な扱いになるので、まあ、上着扱いになってます。なのでですね、こちらで追加された下着を着て上にまた服が着れるっていうことはできません。アーマーなどの鎧などであれば着用が可能になっています。はい。それではですね、まあ、紹介の方をしていきます。はい。で、まあ普通にあるケミストリーステーションでですね、作成の方ができまして、カテゴリーで言うとユーティリティの方に入っています。で、必要条件がですね、まあ、布になってまして、まあこちらで簡単に作れるようになっています。はい。で、普通通りアーマー作業台の方で改造などもできるようになってます。まあ、ポケットつけたりとか、バイオコムメッシュにしたりとかできるようになってまして、あとはまあレジェンダリーの方もこちらでいくつか用意されてますんで、こちらでつけれることもできますし、有志を入れてる場合はこちらでレジェンダリーもつけれるようになってます。はい。で、あとこちらの肌着はですね、バリスティックウィーブがつけれるようになってまして、自分の場合は UCO が入れてますので、まあ同じような作用になってますね。で、あとはボルトスーツライニングっていうのがあるんですが、まあこちらの方ででも改造がつけれるようになってます。はい。でですね、マネキンとキュリーの方に作った肌着を今回着せています。まあちょっと18禁っぽい感じの映像になるので、18歳以下の方は見ないようにお願いします。で、あとはそうですね、先ほど言った通り、こちらの肌着の上にはですね、服が着れないので、試しに渡してみますね、ユニフォーム。はい。どちらかしか、はい、上着扱いになるので、下着の上には装備はできないようになってます。で、こちらで追加された下着ですね、改造もできるので、まあ、上に服を着なくても、まあ、十分強くできるかなとも思います。はい。まあこんな感じの、まあ、セクシーなモッドになってます。また良ければ下着プレイしたい方はこちらのモッドを導入してみてください。はい。それではですね、今回はアーマードアンダーウェアというモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。